ありがとうございました。しかし、まあ、これはオリンピックで、金メダルを獲得した、素晴らしい、日本の活躍を象徴するわけでございまして、皆さん方には、国民の皆さん方には、非常に強い印象が、あったわけでございます。この金に負けないような、我々一つ、来年も輝かしい一年でありますことを努力をして精進をして参りたいと思います。